聖アントニウス騎士団のリボン聖アントニウス騎士団は、エチオピア皇帝により370年に創設されたとされる伝説的な騎士団である。聖アントニウス騎士団に関する言及はもっぱら、ヨーロッパの文献に見られる。おそらく実態は、軍事的な騎士修道会よりも、大アントニウスの流れを組む修道会に近いものだったと推測されているが、 中世西洋の人々の誤解が重なり、エチオピア皇帝と危なによって任命される中世後期ヨーロッパの騎士修道会のようなイメージが形成されたと見られる。近世以降もヨーロッパで聖アントニウス騎士団に関する言及がたびたび見られる。一部にはこの騎士団を詐欺まがいのものと見る言説もあるが、一方ではこれを数千人のメンバーを要し、国中の 各都市に支部を置く帝国の強力な騎士団であるとする説もあった。この時代のヨーロッパのエチオピア間は、プレスタージョン伝説で知られるように、極めて不正確なものだった。イングランドの著述家、サミュエル・パーチャスは、1613年の著書、パーチェス、ヒズ・ピルグリ・メージで、聖アントニウス騎士団の修道会騎士について触れている。また、アビシニア人を乗っていたバルタザールギローンは、 ローマにおいて自身がエチオピアの聖アントニウスの古代騎士団の一員であるなどと主張したが1632年にマロン派の学者エイブラハム・エシュレンシスによって虚偽であることが暴かれた17世紀初頭に実際にエチオピアを訪れたスペイン人イエズス会宣教師ペドロ・パエスは国中を回った中でそのような騎士団に関わりのある人間は誰もおらず それゆえこの騎士団は創作された伝説であると記録している。その後この騎士団に関する言及は耐えるが1987年のエチオピア革命による帝政廃止後に称号として復活した。移行今日に至るまで聖アントニウス騎士団員はエチオピア王冠評議会から聖職者や卓越した学者に贈られる称号となっている。現在は騎士大十字と コンパニオンという二つの階級がある。ありがとうございます。